はい、どうもクワでございます。本日はですね、まとめ動画を撮っております。実はですね、4日目の夜の最終日の夜の続きでもう撮っちゃってるんですけども、で、今回の旅はですね、今回の旅はラオスの少数民族に会うということで、数民族調べて、この民族に会いたいって言ったら、まあここは行けないなとか、ここは行けるよとか、まあガイドさんにね、丁寧に教えてもらって、回れるところは、結構回った感じでございます。場所はですね、ルアンナムター、日本語で言うとルアンナムターなんですけど、正確にはルアンナムターで、こう2つに分かれているラオスの田舎でございます。首都のね、ビエンチャンからは飛行機で、小型の飛行機でね、50分ぐらいでサクッと着いちゃうんですけど、かなり首都の場所からは北上して到着という形になります。で、今回のね、一番僕が会いたかったのはアカ族、いや、わかんない、ちょっと発音はわかんないんですけど、アカ族っていう民族で、本当に民族衣装がですね、綺麗なんですよ。っていうのもですね、なんか結構飾りとか、頭に巻くターバン、女性のターバンとかの飾りがかなり綺麗で、まあね、それをどうしても見たかったっていうので、ラオスに来ました。で、ラオスはですね、本当に少数民族がいっぱいいるんですよ。Google 情報ですけども、いるらしいんですよ。その中でもね、まあ僕はわりかし比較的会いやすい方かな、今回の旅は。ミャンマーとかの民族に比べると、比較的会いやすい場所にいたので、まあ短い旅程の中でもね、ちゃんと会えたかなと思っております。まあちょっと最初から戻るんですけども、最初に会ったランタン族の村に最初行って、ランタンはまあね、染め物とかコットンから糸を紡いで、そこから、自分たちで染め上げて、それを布にして売ったりする民族で、まあその布がね、自分たちの民族衣装とかにもなってて、本当にね、綺麗なんですよ。染め上げた布がいいジーパンみたいな、難しいね、いいジーパンっていうとあれなんですけど、布で、まあ、肌触りももちろんいいんですけど、まあ、生地もちゃんとしっかりしてて、丹精込めて作られてるっていう感じでして、まあ実際にね、まあ、物によって制作期間は変わるみたいなんですけど、彼女らの民族衣装だと大体1ヶ月ぐらいは作るのに要するっていう話でした。ランタン族っていう、僕が行った村以外にも結構いろんなところに点在していて、まあ、もちろんそこだけの民族じゃないっていうか、まあ何か所かに分かれて、なんかお祭りの時とかはいっぺんに集まるみたいなことを言ってたような気がするんですけども、そんな感じでランタン族の布もかなり綺麗でございました。で、もう一つあったのが僕の目的であったアカ族で、彼らもね、かなり民族衣装が綺麗で、ランタン族に比べるとちょっとジャラジャラとついてる感じなんですね。で、色味も紺色ベースの民族衣装にカラフルな糸で刺繍とか、まあ、彼らの伝統的なものを、まあ、縫われてるというか感じでございます。彼らのね、ところにはまずバイクで30分ぐらい公道を普通に走って、そこからオフロード、もう本当にデコボコの舗装されてない道を15分20分、山を登っていってやっと出会えるっていう感じですね。なんで、まあ全行程をバイクで行けるっていうところで、行った村はかなり行きやすかったんですけども、それ以外にも全然入っていけないようなところに、バイクでも入っていけないようなところに住んでいる方々もいるみたいでした。まあ、比較的大きい村だったんで、わざわざ本当はね、お祭りの時にしか民族衣装は基本着ないと。でも本当に T シャツとかになっているんですけども、まあ、中にはこうターバンみたいなだけをつけてるとか、まあ、ちょっと上着だけ羽織ってるとか、そういう方もいらっしゃったんですけども、基本的にね、フル装備、全部の民族衣装を着るっていうのはなかなかなくて、まあ、本当にお祭りの時ぐらいで、彼らのお祭りっていうのが8月中旬
で本当にね、日本のお盆とかそういうのと同じぐらいなところで時期的に会えずなんですけども、来てるのが見たいっていう話をして、もろもろちょっとガイドさんにも交渉してもらって、実際にね、あの2人の女性1人と男性1人の方にね、あの民族衣装をフル装備で着てもらうことができました。で彼らのね、あの背中についてるマークとかもすごい美しくて、なんかもっとちゃんと写真撮っておけばよかったなって後悔してるんですけども、まあもう本当に全体的にね、民族衣装が素晴らしくて綺麗極まりないっていう感じでございました。また今度ね、あのお祭りの時にアカー族に会いにぜひ行きたいとは思っております。でですね、あの今回ガイドしてくれたその辺のガイド屋さんなんですけども、かなりね気さくで、お飲み行こうよとか、じゃあ8時半に集合なとか言ってくれて、ラオスの本当にこの辺に住んでる人しか行かない地元の居酒屋じゃないですけど、そういうところに連れてってくれて、ビールをしこたま飲んだりして、なかなかまあ普段の旅行じゃねできないような、観光客が食わないようなところのお店にも行けたので、結構満足度が高い、旅になったかなと思っております。ラオスは正直もう一回行きたいなと思っていて、お祭りの時、来年の8月ですね、そこでもう一回ちょっとラオスは来たいかなと思っております。アカー族の人たちが民族衣装を着てる姿をもう一回写真に収められたらなと思っておりますので、来年の8月、もう一回行けたらなと思っております。まあ、この様子はですね、ブログでも旅行の旅日記、備忘録みたいな形で上げていこうかなと思っておりますので、細かい情報がね、細かい情報って YouTube に載ってるのも大体細かいんだけど、文字で見たいとか、ちょっと旅のヒントにしたいとか思った方は、ぜひ見ていただけると嬉しく思っております。大事なこと言い忘れた。今回の旅はですね、金額をあんまり使っておらずで、飛行機も日本からラオス、ビエンチャンまで来る往復の飛行機もマイルで取っていて、ビエンチャンからルアンナムターは往復で2万円とか3万円ぐらいだったんですけど、あんまりお金がかからないで、やれたかなと思っております。5万円正直両替したんですけど、ぶっちゃけそんなにマジでいらなくて、2万円とか3万円ぐらいで良かったかなと。なんかそんなにマジでいらない。4人で居酒屋で飲み食いして15万キープ、日本円にすると単純計算1500円とかなんで、全然いらないっす。なんでね、ラオス本当にねおすすめで、田舎に来れば来るほど安いような気もするし、なのでラオスは来年の8月来れたら来ようかなとまた思っております。また次の動画はね、ソロキャンプをね やり始めようと思っておりますので、キャンプ好きの方も旅好きの方も一緒に楽しめたらいいなと思っておりますので、ぜひまたご視聴いただければ幸いでございます。旅の動画楽しそうだなと思っていただいた方は、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。